ありがとうございます。今回は空の少女の感想会やっていきたいと思います。よろしくお願いします。マジで面白かったです。まず、1周目はどんな感じで進んでいったかっていうのがこちらです。で、まず、到達エンドは投稿生存エンドっていうことで、まあでも後から知るんですけど、投稿が唯一帰ってくるね、笑顔で終わるっていうルートを一番最初に行きました。んで、そっから見たエッチシーンは、ユキコ、夏目さん、東子かけるさんっていうことで、ユキコとのエッチシーンは多分ストーリー上絶対見るやつ。ほんで夏目さんのやつはたまたま遭遇するっていう感じのやつで、東子は抱くか抱かないかっていうのを選んで、抱くを選んで3っていうことですね。ほんで、見たバットは赤崎先生の首に注射を打たれるっていうやつですね。で、この2個目のエッチシーンのところなんですよ。瞳子を抱くか抱かないかっていう選択肢あったじゃないですか。この前後の話的にね、抱くべきか抱かないべきかってめっちゃ悩むじゃないですか。抱いてしまったら、それはそれでってなるし、抱かんかったら瞳子を否定することにもなるなみたいなことで、俺マジで5分ぐらい、ずっと迷って結局、抱いたんですけども。でもね、見たエッチシーンで中か外かって選ばれた時は、即答で中を選びましたね。そんな感じで、一周目は進んでいきましたと。で、そっから、全体の感想なんですけど、ストーリーの感想なんですけど、面白いですよね、あれ。推理のところもめっちゃ面白かったし、なおかつ、あれなんですよね。その、瞳子との、なんていうの、キャラクターの、関係性とかがすごい面白かったです。で、大きく事件は2つあるじゃないですか。日下が起こした、合体させようとしてたやつと、葛城慎の、空の少女を作ろうとしてたみたいな。ね。後半の、葛城慎、間宮慎二が起こしたところもね、間宮家のぐちゃぐちゃ感やばいよな。キャラ同士の、なんか、実はこの人はこの人から生まれて、実はこの人は、みたいな、兄やったり、親やったり、みたいな、そことそこが繋がんの?みたいなね。あそこ、すごい面白かったな。で、なおかつキャラクターですよね。そのさっきも言ったんですけども、全員がキャラ立ってて大好きですね。ほんで、あと良かったのが、全員美男美女っていうところが俺的にはグッときましたね。かっこよくないとかそういう感じじゃないんですけど、こう美男美女、可愛いっていうのもあるんですけど、美しいっていうのがすげえね、見てて、おー綺麗やって思いましたね。はい、ということで、ほんでエンドについてなんですけど、いろいろエンドがある中で、葛城慎事務所に行って写真を見つけたら、こう間宮慎二が見つかるみたいな、あそこあるじゃないですか。っていうか、探索のところがね、なかなかこう1ドットみたいなところにね、探索のやつあったりして、あれちょっとね、難しいですよね。その見たやつではデバッグでもバットに入ってしまいましたみたいな見かけたんでね、制作人の方たちがね、んでそういうのもある中でね、難しいけども良かったな。ほんでこれ次回作なんですよ。これ次回作はどっから始まるのっていう、瞳子がああやって手足がない状態っていうか、あの状態でどうなっていくのかっていうか、僕が最初に行ったルートではエンドロールは流れないんですよ。一応ルリの鳥が流れるあのルートから続くっていうことやったらね、瞳子はどうなるのっていう、この先の話はどうなっていくのっていうのがすごい気になりますね。でも一応その続きはもう出ているので、そこはやって確かめるしかないというところでしょうか。
はい、そして全体の感想の、まあ、印象に残ったところなんですけど、こちらですね、東子と綴り子が、公園で仲良くしてるところ、東子が綴り子をモデルにスケッチしてるっていうところなんですけど、あれいいですよね。普段あんまりいる組み合わせではないけども仲良くしてるっていうところがぶっ刺さりポイントですよね。ほんでなおかつその時坂さんが来てこの瞳子とイチャイチャしてんのも綴り子にちょっとなんかバレながらも仲良くするっていう、あの3人のねこうね仲いい感じがすごい良かったな。あそこめっちゃ好きですね。で綴り子のあの一連の話なんですけど、ちょっとね心をえぐってくるというか、出版祝いでこう指輪を送って、なおかつそのね後に事件に巻き込まれて見つかった腕に指輪がついてるみたいなね、あそこ心に来るよね。ほんでその後にゆかりが家で泣くじゃないですか。あそこがね来る来るっていう表現をすごい使うんですけど、まあ来ますね、あれは心にずしりと来ますね。ね、まあでもとじこが好きやったからすごいうおーってなったっていうところですね。で続きまして、とうことのエッチなんですけど、あれね怖いよね。自分は瞳子やと思ってる瞳子っていうね、状態でこう時坂さんとねエッチしな自殺するぞみたいな感じで、瞳子ならこうやるよねみたいな感じでねやるんですけど、時坂さん泣くよなね。こう怖いプラスこうなってしまったっていうのでの涙やと思うんですけどね、あそこちょっときつい苦しんでばっかりやな俺な、きつかったですね、なんか心にきました。はい、で最後グランドルートというか、あのルリの鳥が流れる一個前ぐらいの会話なんですけど、千鶴さんがあの子は私の娘ですからっていうのね、えいろんなルートを回ってきて千鶴さんからその言葉が聞けただけで俺は良かったなって思えるっていうね、あそこすごい良かったです。はい、でまあそっからで最後の絵のところに行くんですけどもね、最後見た絵が殻の中から青い鳥がね、ルリの鳥が飛んでいるっていうあの絵でね、こう塔子を表すような絵やったっていうのがすごい印象に残りました。はい、そして続きましてキャラについてなんですけど、まあこの殻の少女はキャラがいいということで、一人一言ね、全員読み上げるとすごい量になってしまうんで、まあ一人一言ぐらい書いております。はい、まずこんな感じですね。まあでも何人か言っていきましょうか。時坂さんがまあかっこいい、もうね色気マシマシのね男大好きなんですよ。もうイケメンが好きです私は。はい、ほんでまあゆかりね、ゆかりもゆかりで顔がくっそ可愛いっていうね、美男美女が揃っててありがたいです。はい、続きましてまあ止めて見ていただければなと思います。で俺ね高城夫妻ね好きなんですよ。これほんまに高城夫妻が前のゲームの主人公やったっていうのが知らない状態で殻の少女から始めてしまったんで、またやりたいなと思います。でカズナさんが美人で好き、ほんで声も刺さります私に。で綴り子ただただ好きとね、さっきから綴り子の話をね、とじ子の話をずっとしていますが好きです、超好きです。はい、
ほんで、続きまして、ステラもね結構話に絡んでくるというかね、すごいこう時坂さんと、いやーステラって言った後にふんってすんの、あれなんかちょっと関係性いいよな、可愛いね、ステラすごい好き、可愛いから。はい、ほんで千鶴さんね、千鶴さんもまた顔がいいのよね、が上と被ってるな。でもうね、顔面が可愛いこと可愛いことっていうほんで病院の方々ね、いろいろ、まあでも小春さんね、産婦人科っぽいし、めちゃくちゃ、ほんですごい可愛いっていうのがね、よかったちょ、なんか可愛いとか顔面がいいとか、なんかそういう話ばっかりになるな。で最後、斉藤先生ね、六色誠なんですけどもね、えちょっと悪かったね、こういろんな人のね、こういろんな人のパラノイアっていうかね、ちょっといろんなにこだわってやばくなっていくみたいなところね、全体的な狂気がありましたね。あと八木沼さんね、この人も前の作品に出てくるらしいんですけど、俺はねちょっと嫌なキャラやけどもね、かっこいいから好きイケメンに弱いな俺。こんな感じでした。まあでも俺が好きやったキャラを言っていくと、東子、ゆかり、とじこ、佐藤さん。佐藤さん全然触れてなかったけど、顔が可愛いから好き。全体的にね、始まった時はなんかすげえ警戒されてたけど、最後は事件解決頑張ってくださいねみたいな、仲良くなる過程とかね、すごい佐藤さん好きでした。はい、ということで続きまして、空の少女ベスト CG ということで、今回も書いてまいりました。こちらね、二つ事件が起こった後のね、お花見のところなんですけど、これがまたなんかね、えぐい事件が終わった後にこうやってなんか花見して、こうね、ちょっとつかの間にはなってしまうけども休んでるっていうのがね、で後からとじこが来てなんかゆかりのご飯を食べたりみたいな感じでね、こうゆったり楽しんでるっていうのがすごい良かったけどもよ、時坂さん、中学生の妹に膝枕っていうのはね、犯罪ですよこれちょっとね、許せない、兄弟やから仕方がないというか、でもね、ちょっと中学生に膝枕っていうのはね、どうかとは思いますよ。でまたね、これ顔見てほしいんですよ。俺の顔じゃ全然ね、近づけられなかったんですけど、またゆかりの顔が可愛い、このね、ほんでなおかつね、学校では着てない着物ですよ、似合い方、こう顔とさ着物の合い方がすごいのよね、映えるから好きよまあということで、僕が選ぶベスト CG、 まあ主人公とかヒロインだとかっていうのではなくて、本当にただただ好きな CG ということで選ばさせていただきました。続きまして、空の少女ベストエッチ CG ということで、こちらもね書いてきました。こちらね、これ織姫さんとのエッチです。CG というか1枚、この1枚が大好きなんですけど、この顔を持ってチューするんですよ。それがまたいいことね、僕大好きなんですよこれがね。その他にもね、いろんな様々な多種多様なエッチがありましたが、まあこれが僕は一番いい一枚でしたね。来ました、一枚が刺さりましたね。選んだ理由、ほんまに顔を持ってチューするのが好きっていう理由だけなんですけど、大好きですねこれが。はい、ということで今回はですね、聖地巡礼ということで、実際に東京が舞台になってるので、
Google マップで行きたいと思います。ということで東京都なんですが、いろいろ見ていきたいと思います。まず時坂邸があるみたいなんで、ちょっと見ていきたいと思います。小金井公園のですね、この江戸東京建物園っていうところに時坂さんの家があるみたいなんですよ。お、ちょっと行けそう。わー、いいこと、いいですね。春や。これ入れるかね。あー、入れる？入れたら時坂さん家が見えるかもしれないですが、時坂さん家多分この中なんですけど、入れないですね。実際に入ってみるぐらいしか行けないかもしれないです。またね、東京行った時には、今の時期はちょっとなかなか難しいとこではありますが、この中にあるみたいなんで、ぜひ皆さんも行ってくださいということで、次のところ行きましょうか。立教大学が大場女学院のあれになってるみたいです。ちょっとね、正面のところに行きたいな。わあ、東京全くわからねえ。あ、逆や。今ので分かって、あ、あ、ちょっと待って。ここじゃね？あー、ここやー。こう。大場女学院や。ウィー。ウィー。あー、すごい。いや、ほんまに、ちょっと見えてたけど、ほんまにこのレンガというか、そういう感じやねんな。へー、すごい。受験かな。こう、めっちゃ受験の時期。あ、マジ？桜も咲いてるし、入学の4月の時か。へえ、いいな。ちょうどあれも3月とか4月の話ですもんね。いやー、なんかいいタイミングの Google マップでよかったな。はい。いやー、ちょ、マジで行ってみたいな。前行きたいわ。はい。ということで続きまして、井の頭公園ですよ。始まり、そして終わりの土地。井の頭恩中公園、何やったっけ。井の頭公園ね。ベンチがね、なんかあるみたいなんですよ。そのベンチが。カップルがよく座ってるらしいんですけど、そのベンチ探しに行こうかなと思います。ね、結構ベンチ自体はいろいろあるんですけど、ね、このベンチかしらということですよね。おー、でも、あ、でもこういうのか。ね。こういう感じですよね。いやー、でもいっぱいあるな。これ、あれじゃない？なあ。あ、ん？ん？ちょっと違うかもしれん。こんなぐらい？これちょっと魚住が最後に、体験版の最後でちょっと見たさ、あそこら辺じゃない？朝から機嫌が悪かったみたいな、あそこ。ぽくない？やばい、店の中に入ってしまった。ちょっと待って。あれ？井の頭公園のここらしいです。ここら辺が、あ、じゃあ、ここら辺が激アツスポットらしいですね。なんか書いてあります。ここや！あ、でも、じゃあ、合ってたんかもしれへんな。さっきの。ちょい戻りかな。あー、やっぱこれか。これが、瞳子と出会う、ベンチと。おー、ここですね。え、っていうか、でもここでエッチしたんか。すごいな。花見シーズンなんか悪いねんけど。すごいな。このおじさん、あ、やっぱやめとこう。ちょっと、このおじさんが見てるでとか言おうとしたけど、この人も一人の人間やからな。そういうのは悪いな。やめとこう。はい。あー。あ、はいはいはい。これ、魚住との、あ、その言ってたあれかな。魚住がうんぬんかんぬんの、あれやな。ほー。なるほどね。ちょっと、いろいろあるな。でも、瞳子のとこ行くか。ね、ここが瞳子とのベンチということで、はい。こんな感じで、
聖地巡礼は終了しようかな。実際に行きたいな、ほんまに。ねえ、桜咲いた時に、ほんまにこんな感じやもんな。ここら辺で、ゆかりがな、ブルーシートというか、広げて花見してたと。そら、つづり子に見つかってね、膝枕はいかんでしょって言われるよな。はい。ということで、聖地巡礼は終了したいと思います。はい。ということで、最後になんですけど、じゃあ次は何のゲームやるかっていうことですよ。俺は、カルタグラっていう、空の少女の一個前に出ている、この、始まりのやつですね。ちょっと一個戻る形にはなるんですけど、やりたいと思います。ですが、ね、これが HD 版が出るらしいんですよ。2022年に。まあ、そこまでちょっと待とうかな、ということで、そっちを見て、高城夫妻のことを知り、空の少女、二個目のね、空の少女に行こうかな、と思っております。はい、ということで、以上で感想会を終了したいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。